皆様週末いかがお過ごしでしょうか。どうもハイチです。今週もね始まりました、ハイチのダラダラジオでございます。ぜひねゆっくりしていってください。今週はスクールというタイトルになっているかと思います。この大文字表記のスクールっていう文字を見てあって思う方はね、なかなかありがとうございますなかなかありがとうございますっておかしいけど、これ去年ね埼玉スーパーアリーナでやらせていただいた教育クリエイターフェス、我々教育クリエイターのイベント、それのね第2弾が今年もね開催決定いたしました。パチパチしかも場所がちょっとね変わりまして、都内のね武蔵野大学さん、大学をお借りして3月26日の日曜日にね、みんなの春休みだねに開催することが決定していて、実はもう申し込み始まってるんですよね。もしかしたら今聞いてくださってる方の中でも申し込みしましたって方もいるかもしれない。私ツイッターの方にもね何人かの方から早速しました、会えるの楽しみですみたいなね言ってくださったんで、俺も楽しみしてるよもし気になる方がいれば概要欄にリンクね貼っておきますので、そこで内容ちょっとずつ情報公開しているので、まだ全部は出てないかと思うんですけど、チェックしてみてください。で今週はね、そのスクールの紹介をしたいっていうところよりも、スクールの詳しい内容みたいなところは一応今月中にうちのチャンネルでね、また俺が説明した動画投稿するんで、ちょっとそこまでお待ちいただきたいんですけど、ただざっくり言うと今回この動画は紹介よりもそこに込めた思いみたいな方をちょっとメインで喋らせてほしくって、で去年に比べて去年出たメンバーは多分今年も全員出れるはず。そう、しおりぬさんもね、しおりぬさん今ねお子さん生まれて子育てすごい大変な中なんですけど、一応大丈夫ですって言ってくださってるので、おそらく去年のメンバープラス、しかもねパワーアップしてるんですよ。そうなんですよ、メンバー増えてね、コンテンツも増えて、あと私がずっとやりたかった卒業式もやります。で卒業式は全員参加ではなくて、スクールのイベントと卒業式は別枠になっちゃうんですけど、卒業式もやらせていただきますので、去年よりははるかにパワーアップしたイベントにはなるのも間違いない、という感じになってます。そうだ、去年のそのイベントの様子をがっつり編集したのがスクールのねチャンネルに上がってるんですよ。めちゃめちゃおしゃれな動画なので、もしよかったらそれもじゃあ概要欄に貼っておくんで見てみてください。で、去年からね始まったこの教育クリエイターフェスで、これは、自分と元気先生とプロデューサーの鈴木プロデューサーね P が、ずっとねおじさん会っつって、多分ちょこちょこオンラインでミーティングしとんすよ、3人でね、ほとんど同世代なんでうちら3人で、いろんな思いを込めてやってるんですけど、まずはその教育イベントっていうのって基本的に堅苦しいのが多いじゃないですか。みんなが想像する教育のイベント、多分親御さんもそうなんだけど、でも教育のイベントなんだけど、すごい子供たちにとって笑顔があふれる楽しいイベントが作れないかなっていうのがまず1個で、教育っていうものをそのポジティブにやっぱ捉えてほしい、子供たちにね、っていうのもあったりで、今は、去年はね教育クリエイター、ほとんどもう YouTube で活動してる人間がメインでやってたんですけど、そうじゃなくてそっからこの波紋をどんどん大きくしていって、学校の先生とかを巻き込んで、こう本当に教育に携わってるみんなで子供たちのこと楽しませようだよみたいななんかそういった、イベントを作りたいよねって言って始まったのが去年だったんですね。で、今年も開催決まってて、まだ来年ね、今もう鈴木 P がこの場所でやりたいって決めてて、で今すごい頑張って動いてるんですよ。そのためには今年の成功が必須なんですけど、びっくりするよみんな、どんどん規模が面白い、そこでやるんですかみたいなことに、予定してるところはねなってるんで、この流れっていうのを大きくしていきたいなと、いう感じでやってます。だから今年実はあれなんだよ、そのメインステージはスクールのねメインステージはあるんですけど、それプラス大学なんで講義室、教室がねいっぱいあるじゃないですか。そこで学校の先生たちにその授業というか、こうなんだろう、授業って堅苦しいものじゃないんだけど、先生がこうなんかやってくれるイベント、プチイベントみたいなもねいっぱいあるんですよ。そうだから実際今年実は学校の先生とね一緒にやるんです、スクール。こう思い描いてたものをどんどんこう具現化というかね、実現していって、パワーアップしたスクールになると思いますので、ぜひね気になる方はチェックしていただければ嬉しく思います。なんかね武蔵野大学さんちょっと駅から遠いんですよ。だけどなんか臨時のバスを結構出し
ってるらしくて当日すごいよねだからね、交通に関しては駅まで来てくれれば行けると思いますので、あまりそこは心配なさらなくても良さそう。ちょっとまた詰めてからね、話詰まってからまたお伝えするんですが、ぜひぜひチェックしてみてください。でここからは個人的な私の思いというか込めたところを話します。まあさっき話した、ね、元気先生鈴木 P 自分でね話してる時の思いっていうのももちろんね、自分もそこに入ってるんだけど、個人的には俺はもう子供たちにとってどんだけハッピーになるかっていう、何か物事を決める時の指針は子供たちにとってプラスなのかどうかなんですよ。もうそれはずっと変わってなくて、その教育に携わると決めた時からね。でまあそれが、やっぱりなんだろうな、ある種勉強にもなる。うちのそのスクールのイベントさ、出てる人がすげえ人ばっかだから学びもあるし、元気性の実験とかまさしくそうだよね。でその科学クイズみたいなのもあるからさ、すげえ学びになるのよ。俺が見てても勉強になるし、で学びもあれば楽しみもある。つまりもっと笑顔にもなるし学びもできると。で今年は卒業式もう、まあ今いろいろね考えてんだけど、まあ泣かせに行くよねとか言って、いやそんなことないけど、でもやっぱりこう来てよかったなって。特にこの数年さ、当たり前の卒業式ができなかった。今年はね、岸田総理がマスク外してなんて言ってるけど、でも当たり前には戻らないじゃん、やっぱりウィズコロナだから。だからその卒業式を当たり前にできない子たちが特別な卒業式として出てよかったなって思ってほしいし、何年過ぎ去っても今年は武蔵野大学さんでやったこの卒業式のことをなんか思い出したら、きつい時に頑張ろうって、もう一歩ちょっと前に踏み出してみようって背中を押せる時間、そんな時間にしたいんだよね。そう、俺さ、まあ、もうちょっとでもう38になるんです。まあ、38なんてってね思ってくださる方も多いと思うんだけど、でも卑屈になってるわけじゃなくて、自分が残ってる時間というか、こうやってみんなに対して大きなことをできる時間っていうのは実はそんなに残ってないっていうのが俺本当に思ってるの。まあそう思うことによってこの一瞬一瞬できることっていうのを大事にしようって、いろんなことがあるから、自分がどこを見るのかとか、そうブレるなよっていうところも含めてなんだけど、あと自分に対してのね時間の使い方とかも含めて、そう大事にするって意味でもそう思ってるのもあるんだけど、そうだからこそ、やっぱりこういった子供たちみんながね、自分も含めてうちらのことを見てくれる、興味を持ってくれてる、その時にやっぱりできることを返したい。そうやっぱ恩返しだと思ってんだよね。そうそうそう、俺もう教育実習大学の時行った時から、そのね子供たちに、その当時さ保健ストークをしてる子たちと出会いから、あの時に俺は救ってもらって、命を子供たちにさ、その3人の女の子に救ってもらって、あの時に教育に身を捧げるって決めて、で俺にとって教育は何かって恩返しだって、この子たちに救われた命だから、だから子供たちに恩を返していくって、そう腹をくくった瞬間だったのよ。まあ、もちろんその子たちはもう成人して、でちなみにその人、そのうちの一人が友なんだよね。そうこの場所から歌ってくれてる友よ。今でも縁があるんだけど、そうでもその友たちに恩を返すっていうのはもちろんあるよ、今でも縁があるからね、あるけど、でも今を生きている小中高大生の学生のみんなに対して37の俺が恩を返していくっていうのが俺にとっての教育だし、俺にとっての活動指針なんだよね。それをまあ普段は YouTube っていう画面越しになっちゃうから、一つのイベントとして、で俺一人じゃね全然できないことをみんなが集まることによってパワーがどんどんね、もう10倍100倍ってなっていって、すごいパワーのある大きなイベントになっていく。で俺はメインステージであんまりこう何かをするっていうのはしないのよ。どっちかというと裏方でっていう感じでメインで動くよ。まあ卒業式はちょっとねメインで動くかもしんないけど、そうまあ裏方ではなるんだけどさ、でもそのみんながこう輝いてる瞬間、そのクリエイターがね、クリエイターのみんなが輝いてる瞬間もそうだし、それを
うん、受け取ってくれてるみんながみんな学生のみんな自身、学生とか保護者の方とか、そのみんな皆さん自身が輝く時間にもしていくっていうのが、まあ自分の思いというかね、うん、そんなことを思って今ね、みんなで準備を頑張っています。本当ね、去年より関わってくれる方がね、すんごい増えてて、実際こう大学生のスタッフの方とかもめっちゃいるのよ。そう、東大生のね、メインで動いてる方がすごくて、もうめちゃめちゃ優秀よ、本当にかっこいいんだわ、また、まあ、そんな裏話もね、いつか終わった後にかなね、後日談で話せたらいいななんて思ってる。まあ、ひとまずね、ちょっと今回はスクールに関してがっつりね話してしまったんだけれども、今日、まあ本当ね、来てってはそこまで思ってないんで、まあ来ていただけたら嬉しいけど、来ないはもったいないよなんて思ってないから、まあでもそういうイベントをやってるんだ、そういう思いでうちらみんなが、デンガン君もそうだし、呼び名の匠もそうだけど、みんなでやってんだっていうのをなんか思っててくれると嬉しいなと思って話させてもらいました。はい、ということで本日もね、ここまでお付き合いいただきありがとうございます。またね、次回喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。それではなかなかね、寒暖の差が激しくて、もう体調崩しやすくなっておりますが、ぜひね、もう健康第一、特に受験生ね、健康第一だからね、第一でぜひ残りのというかね、残りの今学期というかもうそうだし、まあ、今週1週間ね、お互い頑張っていきましょう。私は今週がっつり出張なので、あんま自宅にいないんですけども、私も頑張りますので、お互い頑張っていきましょう。ではまたね、次回お会いできたらと思います。それじゃあまたね、バイバイ。